箱がかっこいいよね、まずね。すごい。ほら、一塊になってんの、これ。すごいね、パーツ細かいのさ。竜の皮をイメージした。すげえ造形。はい、こんにちは。三宅模型三代目店主、三宅和明と申します。ね、もうね、2024年も1ヶ月経ってしまいました。はい。2月ですね。もうそうですね。はい。ちなみにこの撮影も、1月の30日ということでね、2024年も早1ヶ月経ってしまったんですけれども、今日紹介する模型はですね、もうちょっと早く紹介すればよかったなっていう模型でございます。ででん、こちらグッドスマイルカンパニーさんのエトノム社。箱がかっこいいよね、まずね。三フタのね、こう黒のピッと張り物のね箱で、でここのね、エトノム社っていうところはね、メッキの文字で書いてあるので、こうやるとどっか見えるタイミングがあるかな、キラッと、うん、はい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 、箱押しなんですね。そうですね、箱押し、そう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 、さすが印刷業界箱押しの文字でできております。でこちらの方ね、まあ今年、まあ今年の1年の間に作ってくださいぜひということでね、まあエトノム社っていうことで、今回はですね、竜の武者、これから、これが第一弾なんですけど、これから毎年出るのかな、ねうしとらうたつみ出そうですよね。ね、うん、これが第一弾なんだ。第一弾、これから12年かけて、途中で牛の武者とかね、ネズミの武者とか、なんか虎の武者とか結構いけるけど、ネズミの武者とか可愛い感じだよね、多分ね。馬とかだったらね、ケンタウロスみたいな感じなのかな。あーどうなんだろう ね、そういうねようなのも結構あるし、羊とかねあ、ケンタウロス牛か、牛、あ、うん、ケンタウロス漢字が馬じゃんっけ、うん、そう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 、ミノタウルスが牛だよ。あ、そうなると結構いろいろいけそうだな、神話的にね。神話的にね、なんかちょっと面白いぐらい。今回とりあえずこちらね、あの立つの武者ということで出てるんですけれども、こうシュッとこう開くと、一番上には説明書入っております。で説明書を避けると中にランナーがそのまま見えます。これね、引っ張り出したらすごいよ。じゃん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 、すごい。ほら、一塊になってんの、これ立体になってる、立体になってる。これね、途中と抜いたやつをついでわざわざこうしてるんだと思う。そうだね、ここで多分ばらける、あ、そうだね、刺さってなってます。だからこれで一個一個外すことは、ランナー1段1段この箱の中でガシャガシャならないように、すごいね、パーツ細かいのさ。普通のやつみたいに中に袋で入れちゃうと折れちゃうからだと思うんだよね、多分こういう形状にしてるのは。それで一切干渉しないで、このね、四隅のランナーがこの硬い箱にガチッと収まることで、他に干渉しないからパーツの破損がないですよっていうようなものだと思います。実際ね、この角とかさ、見える、これすんごい細いよ。うん、細かい。うん、これでね、ディティールもね、鎧とかもすごいのさ。ちょっと俺も壊さないようにちょっとやっていくけど、よ、重箱みたいですね。そう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 、1の10、2の10、うん、ほらね、すごい細いの。このね、この本当にさ、このイメージのさ、箱に書いてある横のポンというのしか見えてないけど、これもね、マントとかの造形とかも、これ竜の皮をイメージした、すげえ造形ね。それでさらにね、このあとね、こっちにね、ほら、甲冑とかもとんでもなくない？すごい細かいんだよね。これはね、綺麗に塗ったりとかすると面白そうな気はするね。大きさ的には多分、うん、ざっと見だけど12分の1くらいのスケールはありそうだな。すげえすげえっていう、うわうわ、これ今気づいたけど、この銅のところに竜掘ってある、ここ、うわーすごいな。でこれをまた ABC でこう重ねていくと、綺麗にまた箱に戻すことができると。いやー、今日これは本当になんか輸送とかをしっかり考えてるよね。その袋に入れたりとかしないで、わざわざこうやってやってきてる意味が、空中に浮かせてパーツの干渉を最低限に抑えるっていうね。これでスコンと入るわけだ。おー素晴らしい。
で、こちらが説明書でございます。あ、説明書の方はね、それこそあの 3D のデータをそのまま、はい、番号を振ってこうやって組み上げるよっていう形でやってますね。シンプルですね。シンプルシンプルで、こちらの方で上半身、あのパーツリスト載ってて、上半身載ってからこちらの方にね、下半身作ってガッチンさせてっていう、まあ角フィギュアではないので、うんうん、ただね、これ、台座ついてますから、これで本当にね、このシリーズ出てくんだったら作ってみて貯めていくと面白いんじゃないかな。12年間かけて自分のもしかしたら技術の差とかも見えるかもしれない、うん、さっきね、この台座見た時にね、ちょっと裏側にちゃんと立つの、あ、ちょっともう一回外すか。台座裏にね、ちゃんとね、はい、干支の武者っていう形でね、しっかり入ってますしね、うん、これは面白いんじゃないかな。作りながら1年間かけてチビチビ塗って、その次の出たらまたチビチビ塗ってみたいな、うん、干支ごとに、あとね、干支物だとね、タミヤさんがね、ミニ四駆もね、干支四駆ってやってますけどね。でこれ本当にね、商品受注の時とかもね、すっごい細いところまでって、なんか俺あんまり見てなかったような気がするな。このパッケージのこの横のこのドーンって写真、これ、うん、これがイメージで載ってるだけで、どの受注もね、最初の情報とかもなかなか、うん、で、あ、それで気づいた方もね、今ランナー映してる時に気づいた方もいらっしゃるかと思うんですけど、ちゃんと兜の中には人の顔入ってるんで、はい、これどういう風に人の顔を縫ってこの竜の面を外すこともできるのかな。なんかワクワクするな。はい、ということで今日はこちらのね、干支の武者、こういう凝った箱で出してくるのとかやっぱりいいよね。なんか模型らしいよね。前ファインの社長がね、ミフタが模型の文化って言ってたけども、ね、そのものじゃない、うんうんうん、やっぱりね、キャラメル箱の方がずっとコストとかも安いんだろうけれども、あえてこういうので出してきてるっていうところは、まあすごいなとは思いますね。いや、これはコレクションしたい。そうだね、うんうんうん、いいね。これはね、そのままそのままこうね、12個作らずに取っとく。でも、いや、そしたら2つずつ欲しくなるよね。そう、作るのと作んないのとね、うん、そういう手のをちょっとくすぐるような模型です、うん、こちらのね、うん、素敵。はい、ということで今日はこちら干支の武者紹介させていただきました。はい、ミヤク模型では各種 SNS やってございます。それからね、 YouTube も高評価チャンネル登録いただけますとモチベーションも上がりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あとね、不定期ではございますがライブ配信やっておりますので、お時間の合う方はぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。本当に今回のランナーの、うん、あのね、積み重なってるあの、ね、ね、重箱のようなね、うんうん、作りってすごい斬新だな、うんうん、初めて見たけど、これ言うのはこれ初めてなんですか、うんうん、そうだね、ちょっと他のもので僕はあんまり見たことがないかな。あとね、今までそのなんだ、模型を運ぶ時とかにはこれはもう常套手段なんでね、あの模型の展示会とかに模型を運ぶとかっていう時には、あのできるだけ固定箇所を少なくして空中に浮かした状態で、梱包材詰めるのは逆にアウトだから、梱包材との擦れだったり、梱包材が動くだけで中全部破損するので、あんまり梱包材ぐるぐる巻きとかっていうのはしない、うん、一回スコッツさんのね、あのバキの家の、開封動画というか運び方をね、あのうちの YouTube の方であの紹介させてもらったことあるけど、あれもベースにがっちり止まったやつをスライドして中に入れて、ベースをギュッと止めてあることで、上のあの建屋の方には一切物が触れてない状態での輸送方法っていうね、そういうのをやってましたね、うん、だからこれはすごい理にかなってる、うん、こういう細いパーツのものとかを模型にするんだったら全体ありなような、うん、ものですね、うん、